こんにちは、チェロ奏者の永原希恵です。今回はリクエストにお答えして、ポーレのシチリアーノをお送りしたいと思います。最初にこの曲を弾くコツをお話ししてみたいと思います。まずこの曲は8分の6ですので、ある程度弾けるようになりましたら、メトロノームの1拍の中に3連符が入る形にしていただいて、1、2、3、4、5、6ってこういう2つ目でね、カウントがしていけるような練習がいいかなというふうに思います。上級編としましては、8分の6というのは1、2、3、4、5ではなくて、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1って考えると、曲がすごくいきますので、もしできるようになりましたら取り入れてみてくださいね。随所に出てきますシチリアンの特徴のタンタランタンタランっていうリズムなんですけども、これはタンタランランタランランって考えると次につながっていくわけですね。例えばここの指使いはこんな感じの指使いです。ここまでが第3ポジション、次から第1ポジションです。第4ポジション、そのタランランっていうのでまとまって指使いを作れると、弾きやすくなるかなと思います。最後にこの曲はフラット2つのテーマの間にフラット3つの調がありますよね。調整角というものがありまして、これは別途、他の動画で作っていきたいと思いますが、調には思うかな性格があると考えられているんですね。私が考えるフラット2つの単調は気品のある調で、フラット3つの調調は柔らかくて優しい調だというふうに感じています。皆様も大体のイメージで大丈夫ですので、このゲームオールから S ドアに移った時、そして S ドアに入った時、そしてまたゲームオールに移った時の気持ちをなんとなく変えて聞いてみてなれるといいかなというふうに思います。それではこの後ポーレのシチリアーノをお送りしたいと思います。途中 S ドアの部分が音源の関係でバイオリンのパートを弾いています。ご了承ください。